どうもこんにちは、タッカーです。栄冠ナインプレイしていきましょう、ということで今回は入学式をね迎えていきます。まあ振り返りますけど、まあ、前回かなの動画で地区大会の2回戦目戦った、1回戦目と2回戦目を戦ったわけなんですけど、2回戦目でね点数入らずで結局負けてしまいましたね。で久々にね黒星ついて、そう34連勝で連勝記録がストップしてしまったんですよね。でまあ結果的に蓋を開けたら春の選抜甲子園にはね出ることができなかったんですよね。なのでこの入学式まで進めてきたという感じになります。で、まあ、入学式迎えて、でその後に、まあ、1年生も入ったところで、まあ他のそのまあ、2年生や3年生のねこう成長具合だったりとかっていうのも一緒に紹介できたらかなというふうに思ってます。さあでは行きましょう。で一応ここにさアイドルいるんだけど、まあ言ってもね次の日入学式なので、まあここはあんま止まっても意味ないかなって思ったりもしてるんだよね。なのでもうここもはこのまんま行っちゃいたいと思います。はい。で今回なんですけど、まああれなんだよね、年代変更できたりとかもできるので、ま、なんかせっかくだったらまたね、OB 選手、まあ、プロ野球選手とか転生系を狙ってみようかなと思ってるんですけど、誰がいいかなと思って、まあ、考えてったら、あんまりなんだろうな、今まで2016年の栄冠ナインも含めて過去で狙ったことがない選手にしようかなと思って、なので、まあ、ちょっとね年代近いんですけどって言って、また2010年ってやると、まあさすがに大谷選手もいるからね来ないと思うけど、ね、はい、2007年にして、見ようかなと思います。もともとあれなんだよね、千賀投手を狙いに行った時が確か2008年だったかな。で2008、2009、2010ってやって、で今回2011年を迎えるっていうところだったので、そうなんですよ、それをちょっとまあ1年さらにそこから戻って2007年っていうことで、はい、やりたいなと思います。で一応念のため、もうね名前見て、あ誰狙うのかっていうのは、まあ、なんとなく分かった方もいるとは思うんですけど、今回はちょっと都道府県もしっかりとねその狙いたい選手の出身地に一応しておきたいなと思います。今回狙う選手は、西武ライオンズにいる山川穂高選手狙っていきたいと思います。はい、まあね2018年シーズンはもうねホームラン王にも、なりましたし、もう日本を代表するねパワーヒッターの一人かなっていうところで、今までね特に狙い撃ちとかしたことなかったので、はい、今回ちょっとね、まあチーム的にもねそろそろこう強打者欲しいなと思っているところなので、そう狙っていきたいと思います。さあでは行きましょうか。これで大丈夫だよな、多分大丈夫なはず、お願いします。よしよし、いますね、山川っていうところがいますね。 OKOK。 さあでは、まずピッチャーから見ていきましょうかね。まず一人目が宮原選手、おお、結構いい感じだな。135キロでコンスタイフだけど、フォークが最初から3あって、サークルチェンジ1も覚えてて、リリース丸と、まあ、回復 B はね栄冠内あんまり関係ないですけど、持ってるって感じで、まあ、対ピンチいいっていうところと打たれ強さいいっていうところが若干などうだろうなっていう、プラマイで考えるともしかしたらここが意外とマイナスポイントが大きいかなっていう感じもしなくもないですけど、あ、野手能力はそんな高くないですね。ってなると、まあピッチャーで育てていく感じかな、この選手は。さあ2人目、おこの選手、おー悪くない悪くない、
136コーンスタイフ、さっきとなんか同じような感じですね、基礎能力は。で1 個なんかその変化球は変化量3あって、でもう1個の変化球は変化量1みたいなね。で牽制丸クイック B、 対ピンチと対左か、ちょっとなそこは若干んって感じだけど、あーこの選手は野手能力もいいですね。うん、どちらかというと先発向きな気がするな。うん、さあ3人目。おー、なるほど、136、結構あれですね、今回こうやって見ると球速速い選手ばかりだな。H シュートとスクリュー覚えてて、スロースターター、まあ、これはねプロ野球選手は消してもらうとして、長射安定持ち、対ピンチ D、 対左 C、 伸び E、 クイック E か、あクイック C かで、一応ショートもサブポジはついてるけど、どうかな。うーん、まあ、ピッチャーとして使っていく感じになるかな。まあ、チーム事情次第っていうのもありますけどね。まあでも左投げ左打ち、左投げでショートってまあ微妙だよね。なるほどね。さあじゃあ野手陣からいきましょうか。まず芝野選手、キャッチャーですね。でも盗塁 C か、そしたら足育ててっていいな。うん、さあじゃあこの選手先行きましょうか。相馬選手、まあでも悪くないかな。チャンスいい対左いいか、どっちかっていうと今チームにいる選手だと武田選手にちょっと近い感じだね、なんとなく。どうだろうな、うまく化けてくれればというか打ってくれればいいですけどね、ハマってくれて。さあそしてじゃあ山川選手見ていきますか。よいしょ、おお、弾道4、いやーいいっすね。パワーヒッターとプルヒ持ちで初球丸満塁とか、なるほど。で選球眼持ちで、そこ三振とエラー持ってんだな。まあこれはプロ野球選手で消せるでしょう。うん、オッケー。じゃあ残りの野手陣も見ていきましょうかね。ああなるほどね、基礎能力そんなに低くないですね。うん、うわ出た調子極端、調子極端が意外とネックなんじゃないかって気がしてんだよね。白石、おお広角打法いいね。ホーム刺繍、ホーム刺繍はいらねえな、キャッチャーじゃねえから。それはなぜ持ってるっていう感じだけど。さあラスト今村、まあでもあれだな、基礎能力はそんなに高くないですけど、青徳系っていうのかな、チャンスとか対左とかその辺のやつはまあ一番なんだろうな、バランス取れてるというか欠点がないですね。うん、他の選手はね E とかっていうのがどこかしらであるけど、そうですね、この選手はまあとりあえずそういう意味では欠点がないっていう、まあ、ただ基礎能力、ミートパワー、走力とか肩、守備、捕球は、まあ、全体から比べるとちょっと低め、まあ言ってもでもそんなに変わんないのか。なるほどね、そっか、今回でもピッチャーの球速が早めだっていうのがちょっと珍しい感じだったのかな。さあそしてね、沖縄に引っ越してきましたからね。これは、まあ打撃でしょうね。はい、よしということで、実際そうだな、オーダーもどうなるのかな、そのコンピューターが組んだオーダーっていうのは、ちょっとそれもね見るの面白いんで、ちょっとそれも含めて2年生3年生もね一緒に紹介できたらかなと思います。おー、なるほど、響きとかベンチ外なの、マジか。あ、横尾がセカンド行くんだ、で五村課長がサード行って、あー大貫まあ守備いいからね。あーそっかそっか、でキャッチャー若月か。あーでもこれはまああれでしょうね、もともとメインがキャッチャーだからっていうとこだよね。
姫野はどっちかというとメインがピッチャーで、まあ、サブポジ的な役割というかポジションがキャッチャーっていう、まあ同じように守れるんですけどね、今となっては一応ただそういうことになってるとは思うので多分それもあるんだろうけどね。あーで武田4番、いやいやいや、もう頼りなさすぎだろこの4番。完全に能力だけでいけばそうだけどさ。で大谷は5番なんですね、まあ、チャンス B 持ちだからっていうのはあるのかな。うん、なるほど。ちょっとまあ先にじゃあ、レギュラー陣のオーダーを、変えて、まあ、とベンチ入りの選手を決めてから、2年生3年生とかも紹介していこうかなと思います。はい、ということでまあこんな感じですかね。基本的には秋大会のオーダーをもうほぼほぼベースでって感じですね。まあ一つだけ違うところは、まあ、今年のね、注目の転生の山川選手を、まあ、ファーストでもう早速起用していこうかなっていう感じですね。なので、長浜選手をちょっとベンチにしてね、まあ、足結構走力上がってきたり来てるんで、まあ、ダイソー要員としてもね使えるかなっていう感じで、あとはまあ守備固めとしてもいけるね、うん、はいって感じです。で、そうそうそう、あの動画外でちょっとですね、このゴモラ課長っていう選手と、あとね、このガリベン福岡選手をちょっとね、サブポジ外野つけさせました。はい、まあ、なんでかっていうとですね、なんかこのゴモラ課長とガリベン福岡が結構そもそも守備がかぶってるっていうのと、なんか能力もなんか、まあ今となってはねこの選手も足速くなってきてるんであれなんですけど、結構ね似たり寄ったりの能力かなっていう感じなんですよ比較的で。結構出場機会がサードだけだとかなり限られちゃうっていうのがあって、特にこの世代3年生で横尾がいるので、まあ横尾はもうサード固定って感じでずっと試合に出てる感じになっちゃってるんで、だったら例えばね、ちょっと今武田がベンチ入りになってますけど、まあ、武田がねあんまりにもこうやって打率がさ悪いと、まあ、いくらねこうやって能力が高くても打てなきゃ意味ないので、まあそういう時にまあこうね下級生で期待のこういう選手を、まあ、外野で起用もできるっていうのは結構いいのかなと思っていて、でまあ、外野だったらこのまあ3人の中で調子が悪い選手がいれば、まあ、ローテーションでこう変えることもできたりとかするんで、まあ、一番便利かなっていうのもあったんで、とりあえずこの2人に外野のサブポジはつけさせてっていう感じにして、まあ、イニエスタとガリベン福岡を変えるとかでもいいし、結構そこら辺のバリエーションは広がるかなっていう、ね、感じで思ったんでつけさせました。今日は特にあれかな、変わってないかな。あーそっかそっか、この大貫選手に今ね、ショートのサブポジをつけさせようかなというところですね。はい、まあ、サブポジって言ってももうメインと同じようにね守れるようにはしていきたいんですけど、まあ、最悪こう内山くんとかがこう変わらなきゃいけないとか代打で出したっていう時のバックアップ要員として大貫がねマルチプレイヤーでいてくれると助かるなというところで、この選手はもう基本野手内野手どこでも守れるっていう感じでいきたいなと思ってるんで、まあ、ゆくゆくはサードとあとセカンドもちょっと中途半端にまだ完璧にはできてないので、そこはしっかりやっていきたいかなって感じですね。はい、まあ、一応これでいこうかなと思ってます。山川がどれぐらい打てるかっていうのもあるんで、まあ、これ次第でこうなったりとか、まあ、いろいろ打順変わってくるかもわかんないですけどね。はい、あでちなみに大谷選手今の段階で、能力こんな感じですね。一応156キロでスタミナが B までいって、コントロールも一応まあ最低限の D までは来てますね。でスローカーブが、3まで上がりました。で今フォークを一応3、4ぐらいまで上げたいかなと思ってて、まあ、一応フォーク3になったらひとまずスライダーも3にしたいなと思ってるとこですね。で野手能力は、まあ、そんな変わってないかな。うん、
はい、ってな感じでございます。ということで、まあ、ちょっと進めていきますかね。まだ時間も少しあるので。あー、そっか。でせっかく練習指示あるから、これで練習指示させちゃってもいいか。1年生どうしようかな。熱血感か。じゃあスタミナで。あー、この選手も熱血感か。あ、全員熱血感じゃん。じゃあまあスタミナでいいや、とりあえず。この選手はでもまあ守備だろうな。これは走力でいいや。しかも盗塁 C だから、足の速い選手として育てるのちょうどいいね。で山川、あー、そうそう、山川どうしよっかな。やっぱりミートになる、あ、ミートじゃない、パワーの方がいいんかな。まあでもどっちにしても補給めっちゃ低いけどね。一旦パワーかな、やっぱり。この辺はいいか。あー、この選手ね、そうですね、まあ守備からだな、やっぱりな。走力、お、白石麻衣でももうちょっとで走力 S100 ですね。うん、 OKOK。 この選手は守備。菅原盗塁 C か。じゃあ足いくか。石黒はどうしようかな。まあまあまあ、とりあえずは総力かな。うん、 OK。 でちょうどまあ分岐があるんです、一旦そこ止まってって感じだけど、ちょっと先にな、と、徳のマスもあるんで、どうかな。あ、もうこれは真ん中ですね。で、しっかりプロ野球選手にも今回は止まっていくと。これで、山川とか、あと1年生赤徳持ちいたっけな。なんかいたよね。まあ、一番は山川の三振まず消してほしいんだよな。そこが一番ネックだから。よし。あー、そっかそっか、スロースターター覚えてたね。ピッチャーとショートのサーポジ持ってる。そっか、そっちだったか先。よし、これで、あーどうしようかな。あ、ショップ店員いいんじゃないかな。そっか、この3人、まあ佐藤はもうなしとして、内山くんと小村課長行こうかな。あー、内野安打か。バント職人対エース、インコースヒッター、なんか渋いなあ。んまりいいのないけど、まあ対エースかな。あー、ダメか、なかなか厳しいですね。できればさ、練習試合とかね、やりたいんですよね。せめて夏大会前に1回はやりたいですね。どうしようかな。一旦これリセットしてもいいな。微妙だな。まあいいや、一旦5行って
で、その後2でまたならず者止まれるから、そこでアイコンシャッフルして、なんかいいの来てほしいですけどね。お、いいね。大抜きがショートの守備範囲限界までいったか。オッケーオッケー。で、ならず者と。で、その前に練習指示。ソータが、そうですね、どうしよっかな、この選手は本当に。まあ出すとしたら、多分出さないけど出すとしたら、まあダイソー代打要員だろうな。そっかそっか。あとは変えた方がいい選手、響はとりあえず守備と補給は C までは持っていきたいですね、夏大会までに。お、いいね。ガリベン福岡もあともう少しで総力 A 到達。本当に足速い選手多いな、2年生は。素晴らしいね。で、これがそうなんだよな、ちょっとお調子者で性格とは合わないんだけど、ミート、ミートかな。お、もうちょいだな。よしよしよし、オッケーオッケー。セカンドだけな、これ中途半端に、もうほんとちょっとなんだけどね、これがなかなか上がらないんだよな。とりあえずサード行きましょう。武田パーでオッケーだな。よし、オッケー。まあまあいいか。そうか、なんかアイドルが最近来ないんだよな、あんまり。まあまあいいかな、この辺で。うん、いいですね。うん、結構なんか疲れ溜まってるな、それにしても。カエル選手、ああそうですね、ああどうしよっかな、総力曲げとこっか。響き、これは補給でいいな。お、いいねいいね。内山くんほぼオール B ですね、この感じは。守備いこう。今もうこれでほぼほぼ全部、そうだよね、セカンドとキャッチャーとピッチャー以外、まあ、セカンドもまあ一応守れなくはないですからね。そっかそっか、まあ一応もうここはしょうがない、ちょっともったいないけど、これセカンドやっておいて、よし、これでいっか。まあ、万が一ね、運よく練習指示とか来てくれれば使ってもいいし。大谷、ああそうですね、大谷の性格変えていいな。したたか、したたかか、まあいいや。そうだ、プロ野球選手止まって、うわー一番最悪だー、テンション下げられるパターン。さあどうだ、次は、次こそは消してくれよ。ふざけんなよ、練習効率下げてんじゃねえし、マジうーわー、どうしよっかなこれ。1個下げるか、1つ下げて、こうだな。
うわ、なんなんだよこれマジで。負のループじゃねえか。練習効率どんだけ下げりゃ気がすんだよ OB たち。くっそ、やりやがるなマジで。お、まあ緩急丸の方は悪くないですね。さあ次はどんな本くれるかな。本屋もねたくさん泊まって本ガンガン欲しいんですけどね。あ、綺麗、いいね。いやもうぼちぼち消してほしい。よし、オッケー、さすが村雨、ありがとうマジで助かったぜ。それでこれだな。もう一個エラー消してほしいな。エラーもなんかねやっぱり、あーこっちか、エラーもな、もう大事なところでエラーされるのはほんときついからな。うーそこ変わるんかい。ここいやいやいや、特ノーマスあったやん。うわー、なんか一つ損した気すんな。まあいいや、とりあえず直前までというか、まあここ1回戦目ないみたいだから、うん、2回戦からの登場ってなってみたいなんで、まあそこを目の前まで進めちゃってもまあいいっちゃいいけどね。さあもうあっちゅう間に7月ですね。つかめっちゃ疲れ溜まってんな、これまずいな。まあ、まあ休息でいいかな、とりあえずは。うん、そうですね、うん、まあいいかな、これで。いや、こっちはこれで。山川、そうですね、この辺でぼちぼちミートにしときたいかな。補給、あ、いいねいいね、オッケー。そしたらまあミートですね。うん、あー、いやどうしよう、総力、総力、総力かな、とりあえず。守備守備、あ、総力 100S いきましたね。であれば、ね、補給かな。いや、ミートかな、やっぱりな。オッケー、これでもう内野すべて、まあ、キャッチャー除く内野すべてと外野守れるようになりましたね。オッケーオッケー。まあ、肩でいいかな。よし、オッケー。ちょっとな、疲れが溜まってるので、まあ、アイテムは使っちゃおうかな。うん、OK。
いやー、総戦力 C か、あんまり強くねえなー、今回は。まあ、足が速いんでね、そこうまく絡ませていきたいですけどね。はい、ということで、ちょっとまあ長くなりましたけれど、夏の県大会のね、前まで進めてきたので、一旦まあここで区切りにしたいなと思います。一応夏の県大会はなんか2回戦目からの出場になるみたいなので、まあ次回は、ここからなんのかな、実質。はい、やっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。